アラー・アイ・ユダは、インド神話に登場するラークシャサの王である。バカ、キルミーラと兄弟。クルクシェートラの大戦争でカウラバ側に味方して、戦った。アラー・アイ・ユダは、パーンダバ後王子の一人ビーマが、バカやキルミーラ、ヒディムバを殺し、その上ヒディムバの妹ヒディムバと関係を持ったことに、大きな怒りを感じていた。そこで、パンダバと、カウラバの間に大戦争が勃発すると、 アラーユダはラークシャサを率いて、ドゥルヨーダナの元に現れ、ビーマとその親族、およびヒディムバーの息子、ガトートカチャを殺すつもりであると告げ、参戦する旨を伝えた。それは、ちょうどカルナがガトートカチャに苦戦を強いられている時だった。アラーユダは、ドゥルヨーダナから参戦の許可を取ると、すぐにビーマと戦った。戦場に現れたアラーユダは、太陽のように輝く戦車に乗っていた。 戦車は、熊の毛皮で覆われており、戦場に轟音を響かせた。また戦車を引く馬は人肉を喰らった。アラーユダ自身は、ガトートカチャよりも、美しい姿で、大きな弓と金色の羽の矢を携え、ジャッカルと飛びを旗印としていた。アラーユダが戦場を縦横無尽に動き、パーンダバ軍を蹴散らしていくと、カウラバ軍は息を吹き返し、ラークシャサ王の到着にはき返った。 アラーユダの活躍を見たドゥルヨーダナは、カルナの救援を要請した。そこで、アラーユダがガトウトカチャに襲いかかると、ガトウトカチャはカルナを捨て置き、アラーユダと戦った。一方、ガトウトカチャから解放されたカルナは、ビーマと戦おうとしたが、ビーマは、ガトウトカチャとアラーユダが戦うのを見て、カルナを無視し、アラーユダに向かっていった。アラーユダとビーマの戦いは矢による。 攻撃の応酬であった。しかしアラーユダは、ビーマの放った矢を撃ち落とすことができ、ビーマを圧倒していった。そのためユディシュティラは、ドリシュタディウムナ、シカンディン、ユダーマニユ、ウッタマウジャス、ドラウパディの息子たちに、カルナの動きを封じ、ビーマを救援するために、アルジュナに、ナクラ、サハデーバ、サーティアキと共に、他のラークシャサを撃つことを支持しなければならなかった。 そうこうするうちに、アラーユダは、ビーマの戦車の馬と魚車を殺したため、ビーマは戦車を飛び降りて、棍棒で、アラーユダと戦った。アラーユダの戦いぶりに、危機感を感じたクリシュナは、ガトーとカチャにビーマの救援を要請した。両者が再び戦った時、時刻はすでに夜となっていた。アラーユダが棍棒で、相手の頭を通打すると、対するガトーとカチャは、 棍棒を投げつけて敵の戦車を破壊した。アラーユダは戦車を飛び降り、幻力で黒雲を起こして血の雨を降らせ、バジラをガトウとカチャの頭上に落下させた。するとガトウとカチャも空に飛び上がり、幻力で持って相手の幻力を打ち破った。さらにアラーユダが岩の雨を降らせると、ガトウとカチャは矢を放って、それらを砕いた。その後、両者は、 あらゆる武器を駆使して戦い、さらに樹木を引き抜いて撃ち合った。そして武器となるものがなくなると、互いの肉体で戦った。最終的に軍配は、ガトウとカチャの側に上がった。ガトウとカチャは、アラーユダを掴んで振り回し、投げ飛ばした後、相手の首と胴体を断ち切った。勝利したガトウとカチャは、ドゥルヨーダナの眼前に、アラーユダの首を投げ、パーンダバ軍は、 勝利を称えるために夜の戦場を10日で飾った。ありがとうございます。